時に杉並区から調布市に引っ越されていらしたということですが、はいはい、その時の調布の印象ってどうでした？母が戦時中にこっちに食料を買い出しに来てて知ってたんですね、うん、それでそれと父が高円寺ですから若い絵描きのたまり場になっちゃってて、お酒を飲んで体壊し出したんですね。で母がこれはいけないって言うんで調布にうまく引っ越すように仕向けて来てくれたんですね。そうだったんですね。木版画はそもそもおいくつぐらいの時に始められたんですか？高円寺の時代はそんな大きくない家ですから、父の母がちょっと不在の時に父のそばにで遊ばせられるという時に木とか与えられて古い彫刻刀を持たされましたね。そっから始まってますから、いつの間にか作れちゃったんですね。それおいくつぐらいですか？いやもう 5,6 歳でしょうね。そのまま、大学を卒業されて普通に会社勤めをされるんですよね、はい、そのまま木版画家さんにはなられなくて一旦会社勤めをされて、はい、その頃ですね、うちは父と母が若いですから、で父が海産物の青森の肥料問屋ですから、米国肥料問屋で、母が割と大きな農家の娘でしたから食料はあるんですね。だから若い人のたまり場になって、いいように今考えればやられてしまったんですね。それでから壊しちゃったので、それ見てた兄も僕も絵描きは嫌だと思って、ただそうやって絵描きにはなるものかと思いながらも、その会社勤めされてたのを退職されて、お父様十一郎さんの技術助手をされるんですよね、はいはい、勤めてみて僕は全く勤めてる人の感覚を知らなくて、でえっと思うとこがあって、そしてその時に父が体力が衰えてきて助手になってくれないかっていう話が出て、渡りに船で助手になりました。割とこうそういう偶然な流れのような感じで助手になられたんですね、はいはい、で実際そこからどん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 やはりこの木版画というものに対して、技術ですとか本格的に入っていかれるわけですよね、はい、ただ父はすごいハードなんですね。ハードなやり方でもう一年中やってまして、で時間も無制限にやるので、とても自分の時間っていうのは持てない感じでしたので、最初は必死でやってて、あと技術助手っつっても職人、例えば彫り師だったら完璧な彫り師を目指せ、摺り師だったら完璧にやれっていう鍛え上げられちゃったので、それが鍛え上げられた時に周りが少しずつ見えてきたんですね。で僕は数学やってましたから、数学とか科学やってましたから、あこういう方法もあるんだなということを自分なりに頭の中で考えついてきたんですね。でこういう自分流ができてきたんですけど、
実際私今日初めて関野さんの作品を、まあ、今後ろにもすごく素敵な小桜の花があったりですとか目の当たりにすると、はい、驚きと感動が同時に来まして、はい、木版画ってこんなにこうきらびやかで、はい、カラフルで迫力があると言いますか、はい、こういうものなのかと思って驚いたんですけれども。ありがとうございます。僕は恥かきの連続なんですね。絵描きというのは多分そうだと思うんですけども、やっぱり売って生活しようと思ったので、その時はいいものができたと思って売るわけですけども、ちょっと経つとそれじゃないなっていうことでどんどん進化してくるんですね。と考えたことが、これはオセロゲームだと。つまりその時その時は進化しているわけだけども、最後に完全というくらいにやった時に、今まで買ってくれたお客様にお礼ができるんじゃないかと。だからオセロゲームだと思ってやってますけど。ひっくり返しながらということですね。あと関野さんの作品、まあ、こちらでアトリエでずらっと拝見するとお花がモチーフになってるの多いですよね、はい、色が好きなんですね。で、色をどういうふうにやるかっつったら花が一番いいんですね。それで絵というのは三次元ですから、三次元っていうのは全て同じで、花一つ一つが人の顔として考えることもできるんですね。今こちらを拝見した中だと少ないですか？一つあるだけなんですけども、女性像は父が得意なんですね。そこまで全く達しないので。でも本当にこうお花の絵に、まあ、木版画に囲まれて、でお庭もねすごく素敵なカラフルなお花がたくさんありますよね、はい、ええ、まあ冗談ですけども、妻がこういうのを作ってくれるんですけど、それは参考になると同時にもっと見なさいって言われてるからプレッシャーも感じますけど。でこのような素敵な作品が、まあ、たくさんあるんですけれども、ちょっと私驚いたのが木版画のこの版っていうんですか、はい、それ何枚も使われてるのに、はい、ちょっと驚いて、そちら見せていただきたいなと思うんですけれども、はい、関野さん、これが先ほどお話にあった版版木ですよね。そうですね。これ何枚使うんですか？だいたい14版裏表使ってますからの16度刷りですね。16、はい、ただこの例えばこういう版だったら2回刷ったりして、はい、和紙に和紙が滑らかに色が乗るように2度刷ったりします。だから刷り数が似てますね。僕はやっぱりちょっと違う風にやりたかったので一般一般一色で使ってますから版が増えてしまいました。じゃあその、まあ、これ16版ありますけど、はい、16回のこの色を重ねていくわけですね、はい、あと重ねた時にちょっと変化場所を変えたりすると、例えば2案が重なることによって2色じゃなく3色になるんですね、はあ、これって小学校の簡単な数列で3番だと7色になるんですね。ちょっと私数字が弱いんですけれど、その重なったもの3色あると、はい、その1色目2色目が重なった部分、はい、そして2色目3色目が重なった分、はい、1色目3色目が重なった部分、はい、さらに全てが重なる、はい、そうですね。そうすると7になりますから、多分10色だと1000超えるんですね。はあ。でこの15版使ったのが先ほど見せていただいた紅梅白梅という、はい、作品になるわけですね。はい、そうですね。
それでは最後になりますが、はい、関野さんにとって木版画とはどういうものでしょうか。きっかけがそんなに大好きだったわけではないんです。だけど何でもそうだけど人生を感じる、で深いっていうのは何でも深いんですけど、それに深さを感じ出したのでやれるところでやってみたいなと思ってるんですけど。今日はたくさん素敵なお話どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。